はいどうも皆さんこんにちは、ピョキングです。今日もマリオメーカー2世界のコースをやっていきましょう。で、今日は久しぶりにね、難しさをね、とても難しいにして全期間ランキングで探してみよう。で、クリア率がね 1% 未満のものだけに絞ってプレイしていきたいと思います。で、最初に見つけたのがこれ、ドームドスカイライン。クリア率がね 0.78% ね、結構してる人多いよね。ドームドスカイラインでいいのかな。ドームドの意味はわかんないけど、うお、スクロール系。あ、ちょっと待って、よし、オッケーで、あ、ちょっと危ねえ。でもこれね、なんかいけそうな気がする。一発じゃ無理だろうけど、どうせこれ一発でいったらすげくね。あー待って、やっぱり無理だでもいいね、このスクロール系初めてじゃない？なんかスクロール系でなんていうの、 1% 未満っていうの。あ、なんかね、上にスクロールとかはねあるんだけど、この横にスクロールはあんまりなかったぞ今まで。よし、オッケー。でオンオフしてジャンプで上に上がっていこう。うわー待って、ここむで、ここでジャンプ、オッケー。待って、危ねえ危ねえ。でここの、うわ、ここちょっと厳しいうわ厳しくねあそこ。よし、オッケー。でここでジャンプして、ジャンプ、よし、オッケー。でオフしてジャンプかい。ここでジャンプして乗って、オッケー。でここもジャンプして、ここも飛び越える。早く早く早く。でビヨーン、よし、オッケーオッケーオッケー。よし、危ねえ危ねえ。でジャンプしてここに入る、入る、オッケー。そしたら中間ポイント、やったね。オッケー。で、まあ、危ない危ない、あ、もうこれ、こっち絶対いい、よし、ナイスナイスナイス。だけどナイスだけど、うっそ、ここむずけー。 0.7% だもんね。 0.7% 結構難しいよね。でジャンプ、ジャンプ、オッケー。あぶねー、あぶない。あ、ちょっと待って、早く、ちょっと待って、これこれこれまずくね、これは詰んだ。早く右に渡れってか。やっぱこのマリオメーカーって初代のスキンほんと一番難しいよね。空中スピンもさ、壁キックもないから。よし、オッケー、難しいわ。オッケー。で、ここ、ちょ、よーし、よーし。え、待って待って待って、これは、これはこうか。よし、オッケー。で、乗る、乗る、乗る。で、ジャンプ。あー、惜しい惜しい。マジかよ、俺絶対いけたと思ったんだけど、今のとか。このつららがね、マジ怖いんだよね。オッケー。で、中間ポイント、やっぱりね。で、ここジャンプして、うわ、早っ！どのリフト早くね？じゃあ先に乗ろう。オッケー。で、ここのリフト乗る。あぶね。で、どっちどっち？こっち？待って、わからんわからん。全然わからん。わからんけど、わからん！で、オンオフして、ここもオンオフ。ジャンプね。オッケー。で、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 わかんないわかんないわかんない。あ、ちょっと待って待って。よし、こうね。オッケーオッケー。で、これを、うっちょっちょっちょっ。よし！で、このままジャンプ、でジャンプ、オッケー。結構いってない？初期にしては結構いってんだけど。うおー、マジかよー、マジかよ。いや、分かってたんだけどね、あの青ブロックに乗るの。 0.78% ってこんな難しかったっけ。なんか前の動画でもね、同じようなこと言ってた気がするわ。で、ここね、さっき死んだところだけど、乗る乗る。あー、ちょっと待って、うっそー、そういうことか。あのパウを押してまた戻って土管に入るみたいな。はいはいはい、分かった分かった。あの土管に入ったらもしかしてもうゴールかな。そうだといいんだけど。で、こうか。あー待って、ここ難しい。え、これ最後ね、めっちゃ難しい。簡単そうに見えるけど、あのつららとブラックパックンだったっけ。あ、ブラックパックンって教えてくれた人ありがとうね。おかげでね、なんかもう黒いのとか言わんで済むわ今までブラックパックンのことは俺黒いのとか言ってたからね。だって名前わかんねえもん。もうそろそろね、ゴールしてもいい頃だと思う。もうギミックっていうのかな、もう全部それ分かってっから。このコースの仕掛け、ここが難しいんだけど、オッケー。で、ここもジャンプで、オンオフし、じゃねえや、パウ踏んで、オッケー。よし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 。で、やった、ゴールでしょ。しっかりね、3機アップして、多分ね、ゴールと思う。やったー、やったね。いやー、難しかった、このコース。
9分48秒もかかってる。それじゃあ2つ目はこれ、ホットスポンゲ2ブンブンブン。一番最初らへんのマリオメーカー2の俺の動画でホットスポンゲっていうやつをしたことあるんだけど、それの多分2でいいのかな。一応クリア率もね、そのホットスポンゲ、ホットスポンジかなんかよくわかんないんだけど、読み方はね、もう俺はホットスポンゲってね呼ばしてもらってる。で、その以前したやつもクリア率が結構低かったと思うんだよね。で、これは 0.4% か。作った人も同じなんかな。ちょっと待って待って待って、いきなり速攻をオンオフして、ここか OK。 あのキノコでどうすりゃいいんだろう。このコース絶対難しいよね。右、こうか、オッケーオッケーオッケー、そういうことね。で、こうして回転ジャンプして、待って待って待って、危ねえ危ねえ、よし。で、こうか。で、次は回転ジャンプでドッスンのところまで行くと、時間はいっぱいあるもんな。待って、危ねえ危ねえ危ねえ、あはは、あー嘘、え、モグラ、わかったぞ、もうジャンプで、ここもジャンプして、忘れとった、忘れてた、回転ジャンプか。回転ジャンプからのブンブン踏んで、オッケー、回転ジャンプでブロック壊して、ここも回転ジャンプね。これちょっと怖いけど、で、ここチョロップを避ける。ちょ、待って待って待って、危ね危ね危ね、よし。で、進化ポイントオッケー。待って、上スクロールね、待って、回転ジャンプかよ、ここで。まあでもね、中間ポイントあるから結構楽だな。で、オッケー、でジャンプして、おっ、うおー待って、ここ回転ね、また回転ね、オッケー。で、で、待って、早くね、あのドッスン早くね、ついてけってか。で、オンオフ、オッケー、いいねいいねいいね、よし。で、こっちか、どうしよう。で、回転ジャンプか。待って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 、 P を早く踏まなきゃいけないの。このコースね、する前に言ったじゃん、このホットスポンゲの1を押したことあるって。やっぱこのコースとホットスポンゲ1のコースもやっぱめっちゃ似てるね。作った人同じと思う、めっちゃ似てるもんね。回転ジャンプね、オッケー。で、よし、オッケー。で、で、こっちか、よし、オッケー。そしてオンオフからの、うおー待って、ビビった。ワンもこんなんあったよね、めっちゃビビんだけど。でもね、このホットスポンゲマジでめっちゃ楽しい。で、こっちでいいのかな、大丈夫。で、こう、どういうことだろう、これ。え、どういうことこれ、え、どういうことこれ、タイミング癖ってこと、こんな感じか。オッケーオッケー、いいね面白い。え、待って待って待って、は、え、あ、制限時間内にせってこと、マジかよ。あ、待って待って待って、はははしょうもねえ死に方。待って、多分このステージの何よりも難しいわ、これが、この亀の甲羅当てるやつがほんと難しい。よし、オッケー、お、いいねいいねいいね、あと1回、よっしゃやった。え、めっちゃ早いんだけど、もうなんかね、タイミングつかめてきたわ。うわ待って待って待って、はっ、お前マジで、もう今のクリアしたのでいいでしょう、もうマジかよ。まあね、そんな人もクリアしてないのは確かだから、まあ、早くクリアしよう。よし、オッケー。で、次もうすぐ出るんだよね、オッケー。で、またすぐ出るよ、神の頃が。そして、よし、オッケー。そしてここでね、あのチョロプーが来る前に俺はダッシュして、よし、オッケー5点。いやー楽しかったな、このホットスポーンゲッツ、本当に楽しかった。今日の2つのコースもね、めっちゃ楽しかった。いつも言ってるけどね、気になった方はぜひやってみてください。それじゃあね。